こんにちは、イリンクスです。イリンクスのギター&ボーカル平井秀正です。イリンクスのギターコーラスアンジーです。目指せ、キネマスター、マスター。iOS です。Android です。レイヤーをたくさん重ねられるアプリを探していたらキネマスターを見つけたので試しに使ってみようと思いダウンロードしたところ、こんな使いやすいのかと思いキネマスターに決めました。2ヶ月です。2週間です。私たちイリンクスの YouTube チャンネルを見ていただければわかると思いますが、オリジナル曲のミュージックビデオや演奏動画を編集したりしています。動画が切り替わる際にトランジションエフェクトの多面画面効果のカラータイルズをたくさん使用しております。それに加えフェードも多用しています。主に自宅で使用しています。イリンクスの編集アプリを行ったり来たりしていたのですが、キネマスターだと一つで十分編集できるので作業効率が上がりました。 僕は使い始めて2週間ですが、こんな素晴らしいミュージックビデオを作ることができました。クオリティを求めると時間はかかります。ただアプリ内でできることがたくさんあり、いろいろとアイデアが湧いてくるので楽しく、思ったよりも早く編集することができました。アンジーはどうですか？楽しいっすよ。イリンクス YouTube にアップされているイリンクスのオリジナル曲さよならまたねのミュージックビデオです。見やすい効果、見やすいテロップ、時にはあっと驚くようなエフェクトなど、それから自分たちの熱い思いをキネマスターに込めました。イリンクス。アニメーションを使った動画の編集にチャレンジしてみたいです。音楽と動画のタイミングを合わせる編集をしているので、レイヤーの動画を元の動画にスワイプして挿入できればいいなと思います。レイヤー側の動画にもフェードなどのエフェクトをつけることができるようになると、さらに編集しやすくなると思います。目指せ、キネマスター、マスター。操作方法が分かりやすくて、初めて使う方でも戸惑うことなく編集ができる本当にいいアプリだなと思います。僕は今までいろいろなアプリを使ってきましたが、あまり満足できずキネマスターに出会えて本当に良かったです。目指せ、キネマスター、マスター。